久喜駅は三重県大和市久喜町にある東海旅客鉄道規制本線の駅である。この駅は昭和32年1月に国鉄規制東線の大和瀬駅から当駅までの開通とともに開業した。開業当初は滝駅からの国鉄規制東線の終着駅であったが、開業の翌年昭和33年の4月には当駅から三木里駅までが延伸となったため途中、 駅となった。その後、あたり駅は、昭和34年、今の規制本線が全通し、亀山駅と和歌山駅との間が、規制本線となったのを受け、国鉄規制本線の駅となり、さらに国鉄の分割民営化により、東海旅客鉄道規制本線の駅となって、現在に至っている。島式ホーム一面二線を有する地上駅。構内は広い。ホームと駅舎を、 遮断機付きの構内踏切が結んでいる。開業当初からの駅舎が残る。周りの駅の駅舎とよく似た作りである。尾和瀬駅管理の無見駅。駅舎反対側の2番線を本線とした一線スルー配線のため、行き違い待ち等がなければ、上下列車とも2番線に入る。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。この辺りの規制本線は、 入江の奥と別の入江の奥をトンネルでつなぐような形となっており、この駅も入江の奥に置かれている。当駅の大曽根裏方には茎トンネルが、三木里方には長がらトンネルがあり、当駅はその二つの長いトンネルの合間にある。茎の集落には役場の出先機関や小学校などがあり、入江ではハマチの養殖などが行われている。ありがとうございます。